手なんやけど、下手くそなんですけど。お持ちの方いらっしゃいましたら、見えないところに隠しておくように。今日は、D1 地方戦ミドルウエストのラウンド1の YZ サーキットです。前回あのセントラルの方の地方戦のラウンド1が日光だったんですが、ビオビアのチキンハートによりエンジンブローしまして、練習走行中に、まあ、今度こそ鶏になってもらいたいなみたいな思ってるんですが、昨日ちょっと少しコイルかながちょっと調子悪くて、2速で踏んでて吹けなくてみたいなのがあって、昼から走ってで、なんとかこんな感じかなっていうのがつかめたので、今日は人生3回目の YZ 頑張ります。まあ、今日一日私のやる気についてこいよ、ピオビアって思ってます。まあ、正直昨日は朝からめっちゃ調子良かったですよ。スミカさんにもおーめっちゃ調子いいねっつって、ワンちゃんこれもう走らない方がいいんじゃないかみたいな、まあ、一日で成長とかじゃなくて変えないで安定して走らせたかったから、もう走らない方がいいんじゃねみたいになったんですけど、なんか不安な気持ちで走っちゃったら最後ダメダメになっちゃって、あれみたいな、最後なんか微妙な感じで終わっちゃいました昨日。まあそのベストを出せれば本当にいいと、本番で出せれるように出せるように頑張りますが、まあ気持ちの問題ですね多分そこは。アウトゾーンこれ入ります。でここのアウトゾーン日本で誰かに大体1輪2輪で、例えば 0.5 点ぐらいでいいと思うよ。まあ、そういう、ラインについては、そういう感じで、ということで私たちは、グループ1なので、もうちょっとですね、もうちょっとしたら1回目の練習走行が始まりますので、はい、練習フリー走行が始まりますので、ちょっと合計2回の練習で走りをしっかりまとめていきたいと思います。はい、はい、では今日も頑張っていきましょう。はい、頑張ります。イエーイ。あれはい、やめます。あれはい、あれに成功したのないです。結構ガチで。ちょっと変だなと思って、そしたらやっぱ私のフロントタイヤ足回りの方がそう電車ロッドが、ま、緩んでったり、今は直して2ヒート目の練習だったけど、まあちょっとなんか車速が思ってるより高くなっちゃってるらしく、ちょっとうまくいかない1コーナーが。そうですね。ちょっとなんか逆に私。1コーナーのその進入の振り出しがさっき少し迷子になってしまって、3回目もう思い切ってちゃんと振り思い切ってちゃんとフェイントをかけるぞっつって思って、えいやーってやったらうまくいきました。うん、まあちょっと今日はねちょっとテンション上げていかないとダメだと思う多分モモは。ちょっとねテンションでがまあちょっとまあ不安みたいな感じなのかな普通に。まあ、うまく走ります、本番は。
知らない。はい、あ、もう始まってた、ごめん。はい、さて、一次予選終わりました。はい、今走り終えました。気分は落ち込み気味。うん、あ、しかもそれで、うん、もういつもこんなミスしたことないのにって思ったら、なんか2回目なんか余計ビビって、スピンして、3回目3回目ももうまともに走れなかった。結構スピードバーって上げて、テンション上げられたと思ってストレート結構上げて、結構行き過ぎちゃって流されちゃってっていうのがあれで、まあ、2本目もあの振り返し2コーナー3コーナーはあの審査員の人にも褒められてるよってスミカさんに無線で言ってもらったんだけど、どうしてもやっぱ1コーナーがダメ。もうなんかすっきり走れたっていうのがなかったから、ちょっと悔しいけど不完全燃焼な気持ちです。はい、今回私は DGB を卒業することにしました。もともと YZ の結果で良くなかったら一から自分で、まあ、あのやり直すじゃないけど、まあ、やっていこうかなと決めていたところがあって、まあ、それと、まあ、少し自分の、まあ、体の具合だったりとかで卒業という形を今回は自分で決めさせていただきました。約10ヶ月で、もういろいろな人のおかげ、もちろん DGB のおかげでもあるし、まあ、いろんな方のおかげでここまで成長できました。本当にめちゃめちゃいろんなことを考えて決めたことで、本当にいろんな方に応援してもらって、いろんな方に支えてもらってここまで来れました。ありがとうございます。そうだな、なんか正直ここまで来るのになんかただただ楽しいだけではなかったです。楽しいこともいっぱいあったし、なんか、うん、めっちゃ濃い10ヶ月だったって思います。でも苦しいこともあったし、正直もうダメかもって何回も思って泣きながらサーキットから帰ったことはもう数えきれんそう、なんか私の人生はこれで結構変わった、すごく変わった、いい意味ですごく変わったし、そのじゃあ DGB 辞めてももちゃんはライツ取らんのみたいな話になると思うんですけど、そうじゃなくて、まあ少しずつではあるけど、まあ自分でちょっとずつ、まあライツの権利を目指すっていうの目標は変わってないです。私は相方がリカチンで本当に良かったなって思って、リカチンと私って本当に性格も真逆だし、なんか生きてきた道も全然違うと思うし、考え方も本当全然違くて、でもその2人がドリフトっていう一つだけ共通点があって、すごく仲良くなれたなって思ってますだからそう、リカチンでよかったよって思うまあいつまでもリカチンとは、まあ、ライバルでもあると思ってるから、お互い頑張ろうって思います。だから2人とも応援してくれたら嬉しいです。本当に、まあ、いろんな人が支えてくれて、ここまでは1人では絶対来れなかったから、まあ途中で辞めてしまうのが本当に申し訳ない気持ちすごくいろいろなことを考えて決めたので、これからも DGB とリカチンとモモ、まあ、も、まあ、応援してくれたら嬉しいです。本当にいろんな方々ありがとうございました。